小学校の時にさ、小学校だっけ、なんか放線科の実験って覚えてる？放線科ってなんだっけ？花の、なんかね、こういう感じ、細長い、ピーマンみたいな、あーなんかそれをもうちょっとちっちゃくし、これぐらいなんかね、細かい花がいっぱいついてる花があるんだけど、うんうん、なんかその放線科を使ってその水の通り道をなんか調べるみたいな、やったそう、なんか水にを赤くなんか着色して、でそれをなんか吸い上げてもらって、うんうんうん、こうね、あの通り道、なるほど、色がついてるとこが水の通り道になってる、でそれが私の2018年の抱負なんだけど、あの抱負、うん、そう、あの去年の自分に負けないっていうのがなんか抱負なんだけどね、うん、まずこうね、自分にこう打ち勝っていくためには自分のことをまず知ることが大事かなと思って、だからその放線科の実験と同じで、ちゃんと自分のそのね通り道をね、あの着色してどこをどうすればいいのか、そういうのをねこうどんどん知っていくのがいいのかななんて思います。うーん、また分かるかも、なんとなくただなんで放線科だと思いますけどまあね、でも分かる、赤く熱血情熱ということで、あ、なるほど、ね、色の方だったんだねはい、ではいきます、せーの、スターテイルズチャンネルねる第2回始まりました。一ノ瀬花役の近藤玲奈です。はい、桃地たまて役の伊藤彩沙です。はい、徳良役役の峰内智美です。戦国カムリ役の長野真理です。今言ってたらプーってなっちゃった。いや今回もや、ね、うん、4人揃ったね、よかったね、よかった、あのね、なんか前回は次はどうなるのかなね感じだったんだけど、ね、うん、もういけるんじゃないですか、このまま4人で、ね、え、このまま4人で行きたい、行きたいじゃない、ね、なんかそれってすごい感想とかもラジオの、うん、なんかこのつなぎがすごいって、あ、ちょっと色がねギラギラ、色味がやっぱ強いですね、こっちに行くにつれてちょっと色がちょっと暗い感じの濃い感じになっちゃって、髪も長いから、髪も長いから濃いんだよね、色が原色強いですね、強めですね、じゃあ暖色ビタミン C だね、ビタミンカラー、ビタミン D とビタミン2ね、何ビタミン2ってなかったっけ、あれあったっけ、あります、え、あるビタミン、あ、ごめん、話マグネシウム、私たち何なんだろう、マグネシウム、あ、え、こんな色なの、マグネシウムっぽくない、なんか、え、私なんかマグネシウムリボンとかさ、茶色なんか水素っぽいよね、あ、水素、これは、ね、汚染か放線科の茎緑ってなんだろう、葉酸、あー葉酸、黄色のイメージだね、葉酸っぽいだけね、そっくりやつ、じゃあこんなね私たちそれぞれの物質4人で盛り上げていきたいと思います。水素です、葉酸です、そう、スロースタート盛り上げていこうと思うんだけれども、うん、徳見結子先生が描かれているスロースタートはテレビアニメが絶賛放送中です、うん、皆さん見てくれていますか、見てくれましたか、どうですか、どうですか、だってもう始まったよ、ね、始まった、うん、1話がね、そう始まりました、どう、なんかみんなお家で見て、どうだった、もうね動きが素晴らしいよね、すごい、ね、しおんちゃん、こう、しおんちゃんの動きが特徴的だったと、しおんちゃんがね、すごかった、始まって早速しおんちゃん、はい、そんな可愛いスロースタート引き続き絶対に見ろ早いところでは2話が放送された翌日になります。1話の感想もたくさん届いているので後ほど紹介していきたいと思います、うん、それではスロースタートスターテイルズチャンネルねる
最後までゆっくりお聞きください。ここからはスローメールのコーナーです。今回はアニメ1話を見た感想と4日に行われた上映会の感想をいただきましたので紹介していきたいと思います。はい、まずいただきました、江戸田さんからいただきました、先日行われたアニメ第1話の先行上映会に参加しました。アニメの方はもうぬるんぬるんのたゆんたゆんで大画面で見ていた私はいろいろと圧倒されました。そして細かい感想などは他の方にお任せして、皆さんの中では絶対に見ろが決め台詞となりつつありますよね。そこで同じようにこの番組でも何か決め台詞を決めてみてはいかがでしょうか。例、終わりの挨拶の時に次も絶対見てくれよなみたいな、絶対に見てくれよなだって。マリアちゃんこっちを見ないでニコ生とかにこっちを見ないで、ね、ちょっとねニコ生で毎回なんかその無茶ぶり の, あのコーナーがあるんですよ。絶対にアニメが見たくなるような一言をお願いします、ね、ビシッと言わないとねいけないんだよね。 そこでマリアちゃんそこねそう決めてくれて、うん、そうビシッとねビシッと決めましたよ。うんうん決めましたよ、うん、決めこれはもう定番化されていく方向性で、そうですね、うん、決まっていく感じなんですかね。そうです、この番組の決め台詞だって。番組でしょ。どっちスロースタート、ね、チャンネネネルの方、チャンネネネルの方、チャンネネネルの方、絶対に絶対に私たちの、自己紹介のね、まず名乗りが決まりでいいの決まりでいいの。なんか結構だこれもぬるっとさ、そう、ね、ぬるっとなんかふわっとやってもうなんか馴染んじゃったみたいな感じ。まあでもアニメの方もぬるぬる動くから私たちもこうぬるっとね、ぬるぬる、それ、まあ、一応私たちも決まったそのスターテイルズですっていうのがあって、はい、ちょっとやってみる。せーの、スターテイルズです。全然欲しくなかった。そう、ポイントは左からね、そう左から、あっ、はい、漢字と一緒、はい、あそうだね多分、ああそう、真ん中の五角形だか六角形だかをぶち抜く感じ、そうぶち抜く感じ、それがポイントです。そうで、でもこれ決まりでいいのかな。じゃあ脳みその片隅に置いておいてください、うんうん、はい、じゃあ、はい、これはもう決まりでね、はい、これは使っていきますこの番組で、うん、じゃあ次のメールを読み、決まったのこれいいですか。これ大丈夫。じゃ次のメールへ、はい、うん、はい、ラジオネームはないですね。ありがとうございます。ないさんじゃなくてないですね。ないです。ありがとうございます。はい、スターテイルズの皆さんこんにちは。こんにちは。スロースタートラジオおめでとうございます。ありがとうございます。先日先行上映会に参加しました。ありがとうございます。はなちゃん、たまちゃん、えいこちゃん、かむりちゃん、みんな可愛くてすごく面白かったです、うん、質問なのですが、スターテイルズと、テイルズというグループ名はどのような話の流れで決まったのでしょうか。その時の状況も教えてください。これからも応援しています。おー、スターテイルズ、なんかニコ生の台本に刻み込んで、うん、そうそう、刻み込んで、たかし、たかしだ、たかしが決めたんですか。たかしが親、たかし、パパ、パパ、パはい、パパが決めてくれました。パパがアニプレックスの村山さんが、あっさりこうニコ生台本に書いてあったのを受け入れて、だって私たちはさ、てっきりさ、スロースターターズだと思ってた、思ってた、思ってた、原作でもなんかちょっとあってそういう話が、ね、と思ってたらね、すごい、まさかの、すごい素敵な名前が、かっこよくて、可愛くて、スタートとテイルズかけてる、うん、星を女子って学校、そうだから、その尻尾の尾のテイルズとかけてるという、うんうん、ね、あとスタートもかスタート、ね、ね、そう、スタートダブルミネーミングみたいなやつでしょ。だ、2つな、うん、うん、2つな、2つはまたちょっと違う、ちょっとまた違う、違う、違う、じゃあ、じゃあ、そんなこんなで、そんな感じで決まってました。はい、ね、上映会にもね、来てくださったみたいで、ね、本当だ、ありがたいです、ね、この間あったということ で、うん、ね、なんかすごくあれだね、なんかお上品な上映会だった、ね、どうだった、私そう参加できなかった。そうなんですよ、ね、だからなんだっけ、テレスコープだっけ、ペリスコープ、ペリスコープ、テ
テレスコープテレスコープテレビもね。あ、そうそう、あとなんか最後のなんか絶対に見ろみたいなやつだけ見たよ。なんでそこだけ見たよ。なんだっけ、ももちももちももちもちもちももちもちもちももちもちもちたまってです。ですたまってですみたいな。そう、たまって役の橋本監督。あ、私それ監督に私言ったの言ったの。なんか監督がなんか俺がたまって役として出とくわって。あ、じゃあちょっとこうももちもちもちたまちゃんですって言っといてくださいって言ったら本当に言ってくれてたの。ねえ、なんかね、私もなんかいい、そのあ、いいとこあればちょっと言いたいなと思ってたけど、うん、ちょっと緊張していいやね、なんかね、こう初めて見てもらうそうところでなんかそう緊張しちゃって言えなくて。映画館でやったんだよ、ね、そう、映画館、本当の映画館、すごい広かった。本当の映画館だよ、ね、なんか階段落ちそうになっちゃったね、あの最初のところね、そう、階段登って、最初の階段、舞台みたいなところ、あの記者会見じゃないわ、あの舞台挨拶みたいな、舞台挨拶みたいなところで、いいな、もう半どうよ、だってさ、一緒に見たの？あ、一緒にはね、そう見れなかった、また一緒にわーみたいな、そう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 、みんなが温かい、温かい、してくれて、もうあの教室、教室だった。教室ということ、というと、私たちはあの初めてのせ、あの初めて入ってきた実習生の先生だとすると、あ、なるほどね、ちょっと大丈夫かな、大丈夫かなみたいなの、いっぱい、おお、ははみたいな感じで見てて、軽っ、でもなんかね、すごいね、なんか、うん、あの不安にならなかった上映会、嬉しさだけが残るっていうか、よかった。そう。そっか、なんか私もでもハッシュタグとかで終わった後調べたらみんなもうすごい動いててかっかったとか、なんかいろんな感想とかもあったし、ねえ。そうなの。うんうん、じゃあそんなあやさちゃんにもね、うんうん、あやさちゃんこういろいろねいなかったから、うん、その分ここでね、うん、あやさちゃんだけの上映会をね、いいんですか？開こうと思ってて、私何を上映するんです？ちょっともちたまて役の伊藤あやさです。そう、じゃあちょっとねコメントをいただこうと、見ていただいた方に、あの、そうですね、この作品はあの、すごい4人のあの仲のいいあの様子が描かれた作品なんですけれども、あのこの作品を見て高校生活の彩りある日常の素晴らしさをあの体験してもらえたらなって思います。すごい自信が私も自分で何言ってるか分かんなくなっちゃった。え、なんかそうですね、みんなのさこのね、あ、そう、台本にみんながさ、うん、言ってることがなんかコメントでまとまってるんですけど、みんなすごい素敵なこと言ってる。決まった時どんな感じですか？あ、そう、キャストにね、選ばれた時の話とかも、あ、そういう話したん、めっちゃ覚えてる。あのもうあのね、飛び跳ねたベッドの上で飛び跳ねた。電話だったの？私は電話じゃなくて LINE で、なんかもしかしたら決まるかも、あーどうだろうみたいな時から知ってて、あー、それドキドキだね、お願い神様みたいな、もう毎日なんか親と電話して、あー本当に決まるかな、どうだろうみたいな感じだったから、もう決まりました、やりましたみたいな、焦燥みたいなこれやりましたこれ感謝みたいな。割ったの？あれ、くす玉？うん、は持ってなくてあのちょっと割れなかったんだけどすごい、だから玉手だからちょっと、あ、なるほどね、あ、割りたいね、くす玉、くす玉いつか4人で割ること、うん、やりたい。でも本当にもうだからオーディションとかの時とかもなんかすごいスロースタートのオーディションすごい印象的っていうか、なんか終わった後に私泣きながら帰ったからすごい印象的で、あ、全然上手にできなかったみたいな、うん、私なんかそうオーディションの話とかしたんでしょ、あれ違ったっけ、した、ね、そうそうそうとかだったから、もう本当に嬉しくて決まって、だからもうね、毎日が今幸せという感じ、幸せはゆっくり始まる、はい、そう、はい、はい、こんな感じで毎回スロースタートを掘り下げていきますので、感想メール、私たち個人への質問もお待ちしています。ではここで1月24日に発売される私たちスターテイルズが歌うテレビアニメスロースタートの主題歌ねねねを聴いてもらいたいと思います。なんとフル尺をここで初解禁しちゃいます。すごい、あそこやっぱりさフル尺だから、あの、うん、デーメロデーメロめちゃめちゃ好き、
き歌詞がねとてもいいんですよ。そうね、私たちなの。そう、本当にそうだよ。そうだな、だから聴いてほしい。そう思って聴いてほしいです。そう思って聴いてほしいです、うん、はい、それではお聴きください。せーの、ねえねえねえ。
お題に対してスローに演じたりスピーディーに演じたりして倍速を変えて見直すというチャレンジングなコーナーです。はい、前回は餅つきあっち向いてホイをやりましたということで、ちょっとね、お題らしいものを、今回のお題らしいメールをいただいてるので読んでいきます。池橋さんからいただきました。ありがとうございます。レイレイおはようございます。おはよう朝なんだね。14時だけどね、うん、そうだね、スローチャレンジとして発声練習に用いられるウイロウリの一節をあえて遅く読み上げるのはどうでしょうか。そうだ、いい、これ、まあね、ウイロウリ、まあね、やりたかったんだけれども、ちょっとね、私たちのがちょっとね、まだあんまこれ言えないし、ちょっと長いっていうこともすごい長いでしょ、ね、私ウイロウリ知らないんだよね。はい、ということで、うん、今回ウイロウリ知らない、あれ通ってこなくて、そう、拙者途中まで親方みたいな感じだよね。 そうね、うん、なのでそんな感じなので今回ウイロウリではなくて早口言葉に変えて今回チャレンジしていきたいと思いますね。池橋さん、あれごめんなさい、ありがとうごめんなさいと、ありがとう、ありがとうございます、そしてごめんなさいね、こうウイロウリから派生した早口言葉ということで、そんなわけでね、私たちさっき撮りましたので、まず、うん、3分の1のスローテンポで演じた動画を見てみましょう。はい、どうぞ。いきます。右耳の2ミリ右に、右右右、右耳の2ミリ右に、右右耳、右耳の2ミリ右に、右右耳。いきます。すもも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 のうち、もももすもももももものうち、すもも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 のうち、もももすもももももものうち、いきます。この国は引き抜きにくい国だ、この国は引き抜きにくい国だ、この国は引き抜きにくい国だ。いきます。バナナの謎はまだ謎謎謎、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。4人ともバラバラのスピードだったんですけど、みんなの好きな早口言葉を選びましたけども、ではこちらを3倍速にしたものを見てみましょう。よっしゃー、いきます。ミリミリのミリ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 のミリ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 、いきます。スモモモモモのうち、モモモモモモのうち、スモモモモモのうち、モモモモモモのうち、いきます。この国は引き抜きにくい国だ、この国は引き抜きにくい国だ、この国は引き抜きにくい国だ。いきます。バナナの謎はまだ謎になったんだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。すごい早い、面白いね、これめっちゃ聞きやすかったよ、すごいね。いやでもミネちゃんテンポがすごい、なんか私聞き取れなかった、自分のやつを自分で聞き取れなかった。でもミネちゃんぐらいがちょうどいいのかなと思ったけど、でもレイレイぐらいゆっくりゆっくり、全然あれだね、本当に取りやすかった、いいのかな、すごい、あ、よかった、私はダメだ、結構もでもなんかすごいそのもしか聞こえなかったってなっちゃった。はい、そんな感じで皆さんからのお題もお待ちしています。スローチャレンジでした。スロースタート、スターテイルズチャンネルネル。略して〇〇なやつ。スローにお届けするこの番組では、回りくどく言い換えてゆっくりと話すテクニックも時に求められます。そんな様々な言葉を丸々なやつに回りくどくして送ってきてもらい紹介する、そんなコーナーです。前回なんとなく漢字をつかんでいただいた皆さんからたくさんのネタを送っていただきました、ありがとうございます。丸々なやつが何か分かった人は挙手して答えてください、はい、答えは送っていただいた方のさじ加減になりますので、そのあたりも含めてお楽しみください。準備はいいですか。はい、ラジオネームキーストーンさんからいただきました、はい、メビウスの輪みたいなあったかいやつ
伝わってない。目で伝わってない。目で伝わってない。ちっ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 、あったかいやつ、あったかいやつ、無限の。みんな身につけてる、みんなよく身につけてる。はい、カイロスヌードです。次、カワイルカンさんから。いつも探されているやつ。いつも探されてるやつ。いつも探してるやつ。はい、あの携帯充電する電源器のコード。違います、ウォーリーです。続いてゲルマンジンさんから。あー、それわかるわ、やっぱそう思うよねってやつ。はい、それな。正解、略して〇〇のやつでした。え、すごくない？すごい。ゆっくり喋ってたら今日の時間が足りなくなりました。そんな今回も駆け足でお届けするファストインフォメーション。はい、テレビアニメスロースタートは東京 MX、 栃木テレビ、群馬テレビ、テレビ愛知、関西テレビ、 BS11、 ATX にて放送中です。ニコニコ生放送、アベマ TV など各配信プラットフォームでも配信中ですので、お好みのものを選んでお楽しみください。いっぱい放送してるから絶対に見ろ。そして1月23日、池袋サンシャインシティ噴水広場にて、スターテイルズによるねねねリリース記念イベントの開催が決定しました。嬉しい。スタートは18時30分からミニライブ&特典お渡し会を実施します。ミニライブはなんと観覧フリーなので、皆さんフリー、フリーなので絶対に見ろ、絶対に見ろ、来い、絶対に来い。はい、そしてミニライブ終了ミニライブ終了後、会場にてねねねをお買い上げいただいた方を対象に特典お渡し会を実施いたします。イベント当日15時より、地下1階噴水広場特設販売コーナーにてねねねを買ってくれた人に先着で優先観覧エリア入場整理券とお渡し会参加券を差し上げます。はい、特典はロゴステッカーのものになってます。だからね、この衣装を着て、そうなの、皆さんの前でこうね、歌って、これじゃない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 やつ、これじゃないです。これでねねねは嫌だ。嫌だ。全然パステルな感じじゃない。パステルじゃないもん。動きやすいかもしれない。確かに、インパクトはつくかもしれないけれども、いつかね、これはラジオの、そう、ラジオ専用だからね。だから、ね、ドキドキ、嬉しい。しかもね、アイドルの聖地じゃないですか、サンシャインシティ噴水広場といえば。ねえ、嬉しい。皆さん、あの通りがかった人たちも、そうだね、立ち止まってください。お友達を連れてお友達連れて、フリーなのでね、1人10人ぐらい連れてきてもらって、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。ファストインフォメーションでした。駆け足になりましたが、エンディングです。第2回いかがだったでしょうか。駆け足でした。駆け足でしたね。今日はフルでねねねを流したということで、うん、音はでも聞こえてなかったんだよね、うん、私たちの声は会話は、まあ、踊ったりね、踊ったり、踊ったり、マリアちゃんの水が開かなかったり、ね、開かない問題、ね、なんで開けられないのなんて話をしてました。そうそうそう、各コーナーへのメールもお待ちしております。この番組は公式ホームページで再配信もありますので、途中から見た人やまた見たい人はそちらもぜひ翌週の水曜日くらいにアップされます。それではまた来週、お相手は近藤玲奈と伊藤彩沙ちゃんと峰内智美と長野マリアでした。バイバーイ。Gritar